ではですね、今回は、たくさん、数多く、ある中で、こちらですね。はい、これは、日産の、ボールの、事故処理車ですね。これはいつ頃出たものかというと、キャブオールの事故処理車は、これは1975年に、発売されたものですね。で、連絡車は空港内で係員の配達及び業務連絡用車両として、利用される車であって、トビカでは、67番の 1として紹介したキャボンの、自己処理車を、それをベースに、連絡車仕様というふうに、していると。ということは、これの、自己処理車ベースというのがあったわけです。で、それを、もう一車種こう別にちょっと作って、で、それでこういうふうにしたということですね。で、当時は101番として、発売されていました。今からちょっと驚くべき話かもしれないけど、今は120番も、120番以上になりましたけど、たくさんのバリエーションがありますが、昔のトビカって101ぐらいまでだったかな。だから、そんなに、110台ぐらいが精一杯だったんです。昔のトミカは1970年代から徐々にこう増やしていって、で、170年代の後半ぐらいになると、111番。111番って言っても110番をなくして、109番で言って110番飛ばして111まで、当時は、トミカが発売されてたんですね。だからバリエーションとしては、1番から111、1つ抜けて111はあったということなんですね。ということは、それは当時の70年代って、昭和時代の当時に、そんだけもうすでに、種類が豊富だったっていうのは、これは驚くべきあることではあるんですね。で、これは、連絡車というぐらいだから空港内で活躍していて、もう年月がね、もうだいぶ経ってると、本当にこんな車活躍していたのかと、疑いたくなるかもしれませんが、実際にこの時代に、は、当時空港ブームっていうのが、ありまして、空港によって今まで飛行機っていうのが、一般の人でも気軽にお金さえ払えば、乗れることができるということで、羽田だか成田かどっちだかちょっと先だか忘れちゃったけど、そっちの方にその空港ができたんですよ。で、それによって国内の旅行はもちろん海外へも旅行ができるっつって、だからある意味空港っていうと歴史って言ったらね、そんなに浅いんですよね。もうアメリカなんかではすでにね、そういった空港ってのがあったけど、もう日本の場合は遅れているから、そういう時に70年代の後半ぐらい、75年になって、空港ブームってのがあってきて、空港ってのができたことによって、国内をより早く飛んでいって、旅行がしやすくなったのと同時に、海外へまで行けるということで、これは当時としては画家的なことだったんですね。で、それで、そういう旅行ブームってのが、ものすごく流行って、で、ちょうどこの75年ぐらいだと、70年代ぐらいに、高度急成長といって、新幹線が開通したり、高速道路ができたり来たりなんかして、経済がどんどんバブルへとこう上向いていって、で、景気が良かったんですよ。だから今の時代とは違ってたわけね。それまでは60年代ぐらいまでは貧しかったんだけども、70年代ぐらいに徐々に、景気がどんどん上向き始めていって、で、真っ盛りちょうどその建設ブームっていうか真っ盛り。だからトミカとしては後にその建設ブームに、その時代をちゃんと見据えていて、建設ブームがあるってなると、工場車両をたくさん出したりとか、
次にこう航空建設、航空部分ってなると航空に関連した車というものをたくさんその出してたんですね。でそれに対抗してバンダイの方では、あのバンダイっていうのはガンダムとかああいうの作ってるところだけど、あのバンダイもかつてミニカーというものを発売していた時代があって、ちょうどこの1975年にトミカが空港ブームの大当たりを取ったと同時に、まあバンダイの方でもそれを追いつけて追い越せるみたいな感じで、バンダイでも空港シリーズっていうのを出したんです。でバンダイのミニカーの場合だと裏の方に、箱がちゃんとトミカの箱みたいなのがあって、で裏にそのこの空港はどういうところで活躍する車かっていう解説が載ってたんですね。でそういったものをバンダイの方としては作ったんだけども、まあ時期にあの競争に敗れてしまって、空港ブームの衰退とともにバンダイのミニカーの空港のミニカーブームっていうのは廃れてしまったんですね。に対してトミカというのは、その時その時のトミカがある意味50年以上続いている理由としては、その時その時でブームだけに乗っかるんじゃなくて、ブームっていうのは、まあ、ブームが来ればいつかは去るっていうことも考えられるから、まあそのブームが去った後に次の今度の情報は何かっていって、常にそのブームというものを先取りして、でそしてそれに合った車というのを次々と出していたんですね。ですから、まあ航空ブームが去った後は今度スーパーカーブームって、スーパーカーを作るようになって、それでスーパーカーブームって終わると今度は高級車だとか RV とか、まあそういったのが来るとそっちの方に資料を移動していったという感じで、常にその時代その時代に人気な車種というか、そういったものに焦点を当てていて、今現在でもそう作り続けているという、そういったところがやっぱりすごいなというふうに思いますね。で空港ブームの時、実際このキャブオールの連絡車ってのは実際に羽田かだったかな、羽田の空港かなんかで活躍して、あ羽田だと思ったら羽田の空港話題でこれが活躍していたそうです、実際にね。でこれはある意味奇妙な話がありまして、まあ世にも不思議な話があるんですが、まあ、このキャブオールの連絡車が夜中ね、空港が営業時間が終わって、まあ、数時間の間誰もいないわけですよね、空港の車庫の中に。そうするとこれが勝手にエンジンがブーンとあのついて、勝手に明かりがついて、で勝手にエンジンがかかるんだって。でエンジンがかかって勝手にブーって走り出すっていうことが成田空港だったかな、あの羽田空港内であったらしいんですよ当時。でそれは何人ものそこで働いてる人とかが何人も目撃したっていう話があるらしいんです。要するにこの車がある意味生きていたわけです。ですから人がね静まった時に勝手にエンジンが動き出して、勝手に車がブーって誰もいないのでブーって動き出して、でどこに行くのかっていうと飛行場のところまで、あの飛行機のところまで動いていった。でそれでそこからまた往復して車庫に帰っていった。こういうふうな、事例というか情報を何十件もこう見てると。でよく見たら運転手が誰もいないと、運転手が誰もいないのになんであれ勝手に走ってんだっていうのがなっていて、でそうすると不思議なことに、そのところでも奇妙だけども、ある意味奇妙な出来事ではあるけど、まあ、ある意味こう愛着っていうのが湧いたらしいんですね。ですからそれをそのままにしていた。まあ今の時代だったらちょっとね、そういうことが起きたら即廃車にしちゃうと思うんだけど、あの今の時代だったらちょっと考えられないかもしれないけど、昔はそういうことが実際としてあったみたいです。それはあるテレビのなんかドキュメンタリー番組かなんかのやつで、空港に、この車があって、それが夜中になると、夜中に営業時間が終わって勝手に、エンジンがついて勝手に動き出すと。でそれで、そこで飛行場まで行ってきて、飛行場に役目をやって勝手に帰ってくるという、そういう話があったということだったんですね。でまあそんなような、話があるぐらいの、まあ、エピソードを持つというか、まあ、連絡者だったということらしいですね。で、こういう車っていうのはね、なかなかないので、まあ、今これトミカとしてもなかなか手に入ることは、もちろんもうできません。なるほど、これが発売されたのが1975年ですから、もう1984年ぐらいの後、もうすでにこれ絶売してるんで、下手したら15年も持たなかったかもしれないですね。で、それで、
絶版になってしまってるから、もうとっくに今の令和となれば遠くの昔になくなってる車だから。でこれはもう実車そのものをもう見ないからですね、キャブオールという車の実車そのものをあまりも見なくなったので、もう見なくなったっていうか、キャブオールっていうそういう名前があったのかっていうこと自体知らないという人がもう多いから、なしではもう Z 世代とかその下の世代とかになってくると、キャブオールっても何のことやらさっぱりわからないみたいな、もうそんな句になっちゃってるから、やっぱりそのそういう車があったんだということ自体がもうわからない、うん、だからもうそれだけ実車ももう見なくなったよって、まあ、トミカとしても姿をまあ見せなくなってしまったという感じかな。だからトミカもやっぱりその時代ごとによって、その時代その時代に活躍している車、まあ普通車はもちろんのこと、働く車とかバス、トラックのとパトカーなんかもそうだけど、その時代その時代で活躍している車、現役で見られる活躍している車というものを主に視点を当てていて、でそこそれをこうトミカとして発売しているっていうのが主なスタイルなんですよ。だから逆に言うと、昔のクラシックカー、その時代ですらもう見かけることないなというような車をミニカー化するっていうこと自体がいかに珍しいことかということですね。だからそういう時代だったんで、この時代は75年あたりの時代はキャブオールという車が存在をしていて、その車を見かける機会は 今の時代ではめったに見られないけど、当時は多くあったと思うんですね。でも今ではもうそれをすらもう見かけないことができないということ。だからトミカとしてももう見かけない。だからこれが、あったとして、それを探すとなると、まあオークションだとかメリカリとか、まあそういったところで探すしかないでしょうね。あのリサイクルショップとかって言うけど、リサイクルショップっていうのを人いるけど、リサイクルショップ行ってももう見つからないですよ、正直言って。例えばミニカー専門に扱ってる、古いミニカーとか専門に扱ってるようなそういうようなところに行けばまだ見つかる可能性はあるけど、まあそれでも状態もものすごく良いってことは、まあそれだけ値段も高くなってるから、そう簡単に買えるような値段ではなくなってってるし、仮にこういうふうにちょっともう年月が経過してるようなやつだったとしても、もうそれだってまだ数千円、ね、ぐらいは取引されてるだろうから、手に入ることすら今は難しいでしょうね。よってああいう 大型の店舗のリサイ全国各地にチェーン店を持っているようなリサイクル店ショップだと、そこで手に入るかっていうと、それはほぼまあ絶望に近いというか、それはほぼもうできないことでしょうね。やっぱり今リサイクルショップで売ってるのも本当もう 2,3 年前のやつとかねが多いから、もうそれ以上の5年前10年前とかになってくるともう見かけなくなってくるわけでしょう、というリサイクルショップですから。だからもうなんていうのかな、そういったものがどうしても欲しいんだって探し回って欲しいんだっていう人がいれば、それはもうオークションで探すしか、オークションを見りかけて探すしかない。今となったらこれがどうして欲しいって人は、でそうすると、まあ、オークションメリカリね、そういったものに探すと、あ、見つけたぞっていう風になっても、まあ、値段がまあそれなりの値段、まあ、まあ1000円出しても買えないかもしれないし、2000円出しても買えないかもしれない、もっと高くなってる可能性もある。まあ2000円とか1000円ぐらいで買えたらまあラッキーかなっていうぐらいで、それの以上のものはね、まあなぜかって言ったら今の時代じゃ特に見かけないからですよ。今の時代じゃ実車も見かけないし、これがトミカとして発売されてることすらもう見かけなくなってるから、もうそれを買いたいっていうことは、ある意味当時では贅沢じゃなかったんだけど、今からするともう贅沢なわけですよ。だからもう今からすればよほどそこで贅沢な話なので、もうこの50年以上前のトミカを買いたいとなったら、欲しい新オークションメリカリで探すしかない。その中で1000円や2000円の金額で買えるってなったらば、まだありがたい方ですよ。だって50年以上経ってるトミカですからね。それを1000円2000円で買えたらそれはありがたい話であって、本来もっと高くなったってまあしょうがないことなんですよね。だってこれが残ってること自体がすごいことですからね。これが今の令和とかこの先の時代に対してもなくすことがなければ
残ってるってわけだから、残ってること自体がすごいことですから。本来はもうこういったね、もう昭和の富家なんかだったら今の時代の子供からしたらばもう見たこともないし、見たこともないってことは手に入る機会だって少ない、滅多にないってことだから、まあ当然うちによってはもうこれの存在がないという可能性があるわけです。そういう家も多いってことですよね。だからそうすると、まあ、これらの古い富家があるっていうのはすごいことですよ。例えば20歳ぐらいの大学生ぐらいの兄ちゃん姉ちゃんぐらいがこれを持っていたとしたら相当すごいことですよ。だってもうその時代にはもう遠くの昔にもないわけですから、 Z 世代にはもう残念ながらもう見かけないね、その前の世代だったら見かけないわけですから。何しろこれはバブル以前の時代の富家ですからね。だからそうするともうバブルだって言ったってそれだってもう早いもんで40年ぐらい昔の話だから、それ以前の時代となったら高度急成長頃の富家なんて言ったらもう今手に入れようなんて言ったらとんでもない苦労するし、とんでもない値段もするし、まあそれを安く手に入れようってなったらばもう相当人よりも苦労し、通常よりも苦労しないと手に入らないですよ。で、そういった、ものになりますね。だからこれを私手に入れたのもオークションかなんかで手に入れたかなという記憶がありますが、まあさすがに手に入れたのがもう随分前なんで、もう今からしても10年ぐらい前かな、になるので、いくらで手に入ったかちょっともう忘れてしまった部分もあるんですが、ただその時買ったのも1000円だから買えなかったかな、1000円ちょっとぐらいか。1000円ちょっとぐらい、送料合わせて1000円ちょっとぐらいで買いたいの気がしたな。1100円かそのぐらい以下ぐらいで買えたかな。まあ当時のあの10年前の動画とか見ていただけると分かるけど、大体古い富家なんかみんな大体1000円ちょっとぐらいで買えたんですよ。なぜならその当時は今の時代と違って、今は値段が高くなってるけど、昔は買いやすかったんですよ。なぜなら今みたいにこんな富家をたくさんわちゃわちゃ動画出してる人がいなかったから。だから、その、ということを逆に言えば富家の古い存在とかを知ってる人ってのは今以上に少なかったわけですよ。少ないってことは、それだけ値段的にも価値を知らない人も多いから、まあ安く、本来だったらそんな安く売っちゃダメなんだろうけど、まあ安く売ったっていいやつって安く売っちゃうと。どうせ価値なんかわからんし、みたいな。で、そういう人も多くいたわけ。だから私がちょっと YouTube をやり始めた時ってのはちょうどいい時代だったんですね。その時は、誰もミニカーの価値っていうのも分からなかったし、ほとんど分かる人いなかったし、まあ、それだけオークションとか、まあ、当時はメリカリってものはなかったけども、比較的安く手に入ったんですよね。昔のものが。で、当時は、こういうのを集めたりして本当にいるのかみたいなね。子供だけしかいないんじゃないのかみたいな。そんなイメージが当時は今よりもっと強かったから、そういう大人になる人とか、大人に近い中学生とか、ね、小学校、高学年ぐらいの子供を集めてるのかっていうところにすごい疑問があったわけですよ。当時20年ぐらい前は。だから、みんなそういうそこに当時すごい疑問を持ってたから、それを持ってる人は、少なかったと思いますよ。だからこれも大変今となっては今その時に買えたので今良かったなと。今これ買おうと思ったらもう手に入んないでしょうね。手に入んないことがほぼ確実だと思いますよ。今なかなかこれを手にすること自体はもう難しい。特にまあ小学生とか中学生の子だとするともう高校生の人にしても難しいです。正直言ってこの手のものはもう、今だって何年ですか？今、令和5年ですよね。ね、令和5年になってんだから、もう、その時点で手に入れるっていうのは、かなりのもう覚悟をして、かなりの時間とか、親密とかを削ってまでしないと、手に入んない。もう、物がだってないからね。物がもうないので。そういうふうな、ものですね。ただ当時、1975年当時では、この裏の車が活躍をしていたということですね。まあ、このキャブオールのこのデザインというか、これがまた好きなね、なんとも言えないこのデザインが良かったなというか、どう思うかと思います。